はい、さあ、今回の限定配信のテーマはこちらです。何次期自民党総裁は誰だ、このテーマで言っていただきたいと思います。まずはですね、こちらの、概要からお伝えしておきますと、こんな調査、世論調査が出てまいりました。共同通信社の世論調査で、来年9月に予定されている自民党総裁選で次の総裁に誰がふさわしいかを聞いたところ、トップが石破元幹事長 20.2%、 次いで河野太郎デジタル担当大臣が 14.2%、 小泉進次郎元環境大臣が 14.1%、 高市早苗さんが 10% ちょうど、そして岸田文雄総理は 5.7% で5位ということで、8月の調査よりも総理は 4.5 ポイントさらに減って、順位も4位から1つランクダウン、5位になったということですが、長谷川さん、この順位ご覧になって率直な感想を教えてもらえますか。共同さん、どういう調査の仕方をしてんのかね。そうですね、項目はちょっと分かりませんけれどもね、まあ、それから答えた方がどういう人なのかな、はい、いう感じだよね。私、石破さんが 20.2% でトップで次の総理総裁候補になるとは到底思えないんだけどね。うん、だって今岸田さんが人気ないのはもちろん岸田さん自身が中身の空っぽな人だっていうこともあるけど、いわゆる保守岩盤層が逃げているっていうことはこれは明らかだと思うんですよ、はい、でそうだとすると、じゃあその保守逃げていった3割と呼ばれる保守岩盤層を石破さんで取り戻せるかといったら取り戻せないでしょ、はい、この人はまあ、例えば軍事問題に詳しいとか言われてるけど、はい、まあ、私が自衛隊関係者から聞いてる限りでは自衛隊の人関係者で石破さん支持する人は一人もいませんよと。一人もいませんか。一人もいませんってみんな言うよ。そうですか。で彼なんて言われてるかというと、プラモデルオタクだと、と言われていて、大臣室に戦車や戦闘機のプラモを並べてるっていう、はい、まあ、そういうふうに見てますよと、まあ、自衛隊の最高幹部から私そういうふうに聞きましたけどね。なるほど、うん、だからそういうことだとするととてもじゃないけど、保守岩盤層を取り戻すなんてことにはまあならないでしょうと思いますね。ではなぜ 20% 以上唯一取っているのか、ね、そこが不思議だね。だからこの手の世論調査ってまあ人気投票みたいなもんでさ、はい、いろいろ名前挙げてね、あなたは誰がいいと思いますかって聞くんでしょう、おそらく、うん、そうすると、まあ、石破さんそれなりに知名度があるの で、まあ、じゃあまあこの人なんかなとか言って、まあ、適当に答えてるっていうことだけど、うん、だいたいこの手の世論調査で 1,2,3 になった人が本当に総理総裁になったことなんてないから、はい、これまでも、うん、なるほど、これまでも。そうですね、逆に言うとこんな 1,2,3 に来てるような人はもうなりませんねっていうことじゃないの、うん、なるほど。で私は小泉さんは、まあ、はっきり申し訳ない。じゃあね、誰なんだと。じゃあもう私の結論言っちゃうとね、はい、誰ですか。あるとするとね、やっぱり高市さんあるんじゃないかと。なぜかというと、さっき言った保守岩盤層を持ってくるっていうことで言ったら、こういう顔ぶれの中では高市さんしかないんですよ。ないんです。一択ですか。まず一択なんですよ、はい、でじゃあでも高市さんこれはなんでないのかっていうと、自民党内ではっきり言って妬みそねみ嫉妬の対象だったんですよ、はい、安倍派を飛び出たのに、はい、その後総理に可愛がられて、日の当たる場所ばっかり歩いてきたよねと、ね、ということに対する妬みそねみ嫉妬なんです、うん、でもここまでこうダメだということになって、岸田さんがダメだというふうになればなるほど、これは危機感がだんだんひしひしと迫ってきて、誰のポスターと俺が一緒に並んだら俺自身が当選できるかってことを自民党さん今みんな考え始めてる、はい、初めてる、はい、どうですか、高市総裁は生まれるか。私あの X でね、何というタイミングっていうのをポストしましたけど、ね、おまあこの日の朝、まあ、ちょっとさっきも言ったけど、うん、この関係者と会ってたんだけどね、本当にあれだよね、はい、いいタイミングですねって言ったら、うん、そうですかって満足でもなかったよ。おそうですか。でも締め付けすごく強かったと言ってたな、やるなと、
ものすごい、これで私あの話してる時もね、電話が年中かかって、何個もかかってきたよ、それでね、やめろという電話みたいだったね、はい、で行くな、やるな、出るな、そんな電話ばっかりだったみたいだったね。そうですね、これ今あのちょっとヤフーニュース見てるんですけど、高市さんの勉強会のニュースの中に、こういう一文もありまして、青山茂春参議院議員は11月10日ネット番組で総裁選に出ますと、うん、ここの番組じゃないの、このことですね、うん、はい、これもニュースになってますね。